全国のハンマー使いの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、麻痺ハンマーというね、モンスターハンターワールドの時代から最強の高速力と言われていた武器、こちらね、ライズ版作ってきましたのでご紹介をしていきたいというふうに思っております。今回ちょっとあの友達と一緒に2人でね、ペア狩りやっていこうかなと思います。で、相手なんですけども、頭が非常に弱いと、言われている玉水さん、頭が弱いっていうとちょっといろんな意味に取られられがちなんですけども、頭が弱いっていう言い方以外にちょっと思いつかないんで、頭が弱いと言っておきます。頭が弱い玉水さん、やっていきましょう。彼はですね、まあ、彼か彼女か知らんけど、彼はですね、頭にガンガン攻撃するとすぐスタンもなんかダウンも入ってくれるんで、めちゃくちゃ水面打ち、水面って読むんか水面打ちかわかんないけど、カウンターがねついにハンマーにも実装されまして、めちゃくちゃかっこいいです。これさあ、まずはこれ盛り上がっていく。あー痛い、これ調子乗ったね、これは調子乗った。これなんか相手の方向とか攻撃に合わせて A を打つとね、カウンターできるんですよ。さあ来ました。さあまずは一発目のダウンですね。あ、ちょっとこれ逆ですね、これ。さあハンマーの操作がおぼつきません。さあこのサイコパス攻撃、これサイコパスすぎますよね、この攻撃。これモンスターの頭に向かって思いっきりドンキュ振り回すというね、超サイコパス攻撃。さあ麻痺も入った。さあこれが麻痺ハンマーの実力だ。いやこれ素晴らしい。そしてステップ入れてからのインパクトをくれた。インパクトくれた。いいね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 、いいよいいね。これが麻痺ハンマーですね。さあスター入った。これは素晴らしい。これが麻痺ハンマーの高速力。そしてここでサイコパス攻撃をぶち込んでいく。そしてもう一回ステップかまして、でステップチェンジからのインパクトくれた。あ、ちょっと一発目ちょっと手に入っちゃったかな。これがね、ハンマーの強いところですよね。このインパクトクレーターっていう、これも結構サイコパス攻撃なんですけども、なんか吹っ飛んでドンキを下に叩きつけて2回攻撃するっていうね、これ、あ、これちょっときつい。これは鉄柱回転攻撃で避けていく。鉄柱回転攻撃で一応あのビームを避けれますんで、危ない。危ないなあ。あの攻撃も結構強いですからね。さあもう完全に頭部は壊れております。ちょっとですね、動き回るとね、若干ハンマー攻撃しにくいっていうのはあるんですけどね。頭がぶれるんで。さあまたダウン、さあ頭ダウン入った。この玉目爪はね、頭ダウンが入るのがいいところなんだよね。さあビッグバンインパクト。さあ鉄柱待機、鉄柱待機なんだ、鉄柱待機って総流待機、総流待機状態は砥石をするタイミングなんでね、皆さんもよかったら砥石をしてから乗るようにしてください、ぜひ。さあサイコパスため、サイコパスためからのサイコパス攻撃サイコパスクレーターからのサイコパス攻撃をぶち込んでいく。これな、あ、これ調子乗ったね、これ調子乗りましたね。あ、来た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 。これは近づいて、でここで振っとけばまあ当たんないと。これは危ないね。これタメアッパーが結構ね使いやすいんですけどね、割と。あ、いいですね、麻痺も入りました。さあここでサイコパス攻撃ぶっ込んでいく。あ、スタン入っちゃった。さあスタンが入ったので近づいてからのサイコパス攻撃、2、3、4、5、6からのステップチェンジしてインパクトくれた。あー、ちょっと2回目微妙に入んなかった、しょうがないね。ちょっとタイミング少し遅らせる方がいいですね。でこれは無理、これは水面打ちできず。これ水面って読むか水面って読むかちょっとよくわかんないけどね、あれ水面打ちっていうのか水面打ちっていうのかちょっとはっきりしてもらっていいですかね。これなんだろう、漢字の振り仮名振ってもらってもいいですか。危ない、これはこれで避けていく。うまい。あー、うまくない、全然うまくなかった逆サイから来るやつね、全然うまくなかったやつね。今ので一応避けれるんですけどね、あの攻撃はうまくやればね。うえダメどうからの、もう一発いけるか、もう一発いける。 OK ナイス。さあこれで一回逃走入るかな、はい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 、逃走入ったんでちょっと一回早送り。
マヒハンマーのね高速力めちゃくちゃ楽しいんだよね。一応テロップで何回何が入ったかちょっと一応出しときますかね。いいですね。水面打ち、水面打ち、どっちか分かんない。上手くなってきた。方向に合わせるのは結構得意になってきた。あれ使いこなせるとかっこいいよ。おっと疲れましたね。さあスタミナダッシュが効いているか。はいはい、あ当たんない。はい調子乗った。でこれこける、はいからのブンブンドーンスカ当たんねー。結構ねハンマーってね、あの攻撃する箇所意外とシビアなんでね、あの結構立ち位置重要なんですよね。割とね見せること結構多いですね。疲れてる疲れてる疲れてる。あインパクトくれた、たまってね、しょうがねえ、バチコリ行くしかねえ。うわすまねえ。さあもう一回サイコパス攻撃発動。1、2、3、4、5、6。オッケー、いいよいいよいいよいいいい、素晴らしい。さあさあいいねいいねいいね。猫ちゃん、猫ちゃんとの共同作業でしっかりと、ああこれはインパクトくれた、大外し。サイコパス攻撃1、2、3、4、5、6。そろそろ死ぬんじゃねえかなと思うんですけど、そろそろくたばんねえかなと思ってるんですけど、はい、あそろそろ、あいいですね、これ瀕死になりましたね。さあ捕獲しましょう。いやこれがね本当に強いんだよね、この高速力。まあ今あのちょっと麻痺、猫のね麻痺も入ってるんですけど、猫武器が麻痺なんでね、なんでちょっと一応テロップで出しときますけども、何回麻痺が入って何回酸が入ってるのかっていうのをね。こんだけ拘束できる武器ってなかなかないと思うんですよ。ぜひねあの皆さんも試してみていただきたい。こんだけ拘束できるとさすがに俺杖ができるの楽しいです。タイムはね、まあ攻撃力がそもそも低いんでこの武器、まあ、そこまで速くはないですけど、まあ、楽しいんでセーフ。はい、じゃあ装備紹介をねやっていこうかなと思うんですけれども、今回使ってる武器はですね、これなんていうんだっけ、鬼黒金の命、なんかね過去作にもなんかこんなような名前のやつあったんだよね。鬼鉄のね、ちょわかんねえ読み方はこれです。これ麻痺属性値が23で、攻撃力は220で切れ味は緑しかないと。なんで、まあ、切れ味で火力を上げるということができない武器ですね。でまあ、その代わりちょっと後で説明するけど、ドンキ使い使ってるっていう感じなんですけども、回収率が 0% でスロットは11と、まあ、スロット2がね今作は強いんで、2空いてくれたら、まあ、嬉しかったかなっていう感じで、100流スロットは、属性強化麻痺、これを入れてますと。あ鬼の黒金の御事って書いてあるわ、書いてあったわ。でこれの、スキルなんですけども、必須スキルから先に説明していきますね。まず弱点特攻レベル3、それから麻痺属性強化レベル3、そして鈍器使いレベル3、集中レベル3、KO 術レベル3、スタミナダッシュレベル3、それからひるみ軽減レベル1、これが全部必須です。あとは全部おまけですね。で、一個で一応説明していくと、弱点特攻は、頭しか殴んないんで基本的には、まあ、たまに意味わかんないとこ当たっちゃうことあるけど、まあ、ほぼ頭しか殴んないんで、まあ、50% ほぼあの回収率アップできるんで、まあ、これは必須です。圧倒的に強いんでね。で麻痺属性強化、これはステータスを見ていただくと分かるんですけど、属性値ね結構上がるんですよ。これ32まで属性強化と武器の麻痺属性強化を合わせると32まで麻痺属性いくんで、結構麻痺するんですね。動画でも確か3回から4回ぐらい麻痺してたんで、まあ、ソロで言ってもペアで言っても4人で言っても大体まあ同じ武器を全部使うという条件であればそんぐらい入るっていう感じですね。なんで、まあ、これはあった方がいいかなっていう感じですね。で、ドンキ使いレベル3は、これ、切れ味が緑色なんですよ。あの、この武器。まあ、一応、匠とかね、入れてあげれば青出るけど、まあ、緑のままで使って、あの、砥石あんま研がなくてもいいようにして、で、ドンキ使いで攻撃力1点1倍してあげるっていう方法が一番ストレスないかなと思って、こういう風に使ってますと。で、レベル3の集中ですね。これはまあ、あの、ハンマーにとってはね、このゲージ、ため時間が 15% 短縮できるっていうのは結構強いので手数が増えるっていうのもありますしね。なんで、まあ、これ3入れてると。で KO 術、まあ、これは今回のテーマとして、この武器のテーマは拘束すると、常に気絶とか、まあ、麻痺を取って相手のモンスターを、動かせない動かさない
というのが、まあ、テーマになってますんで、まあ、KO 術レベル3を積んで、まあ、蓄積値を 1.4 倍にして、まあ、高速力を上げていくということですね。でスタミナダッシュも同じような感じで、気絶以外にもね、あの元気値があのドンキなんで、ドンキ、あの打撃武器は結構あの元気っていうゲージがありまして、まあ、スラッシュアクスとかもあるけど、元気瓶だったら、ドンキ、シュローブやとかハンマーとかっていうのは殴ると相手のあの元気ゲージっていうのが、元気ゲージっていうのかな、元気値が溜まるんですよね。で元気値が溜まると結構疲れやすくなったり、ひるませやすくなったりするんですよ。なんでその威力をスマラダッシュレベル3で上げていくっていう感じですね。であとはこの辺は全部おまけでついてきた感じですね。笛吹き名人とかマジでないけど、とかあと反動軽減とか回帰性能1はね5石でついてきたんで結構優秀ですねこれはね。でひるみ軽減レベル1はマルチで使うときには必須となってます。これ個人でやるとき、ソロでやるときは別になくてもいいかなっていう感じですね。で装飾品なんですけど、装飾品はですね、大絶、脱機、短縮、で、脱機、KO 対象ってなってますね。で、墓石はこれ何使ってるかっていうと、弱点特攻レベル1、回避性能レベル1、スロット21っていうやつを使ってます。結構強いですね。弱点特攻レベル2があったら最強だったんですけども、ここにね。なんで回避性能はなくてもいいですけど、弱点特攻レベル1のスロット2みたいなやつがあったら同じやつ作れるかなっていう感じですね。まあ、必須スキルはさっき喋った通りなんで、自分の組みやすいようにシミュレーターをかけてもらって、5石持ってる5石登録してね、やっていただければなと思ってます。でスキルシミュレーターの使い方は概要欄に貼ってあるんで、そっちの動画見ていただければなというふうに思ってます。はい、以上です。まあね、かなり強いです。攻撃力はやっぱりどうしてもね、この武器高くないんで、高くないっていうか、まあ、切れ味がね、弱いんで、そんなに威力は出ないんですけども、高速力というね、側面においては、もう最強なんですよ。本当に。本当に最強です、多分。他の麻痺武器とかとは、一線を隠すやっぱりスタンっていうね、値があるんで、まあ、ライトボウガンとかはちょっとさすがに強すぎるけど、あの辺をちょっと一回覗いてね、考えれば、ライトボウガンの鉄鋼リーダーの方が、スタン取れんじゃんっていうコメントをほんとブロックしますけど、ああいうのを覗けばね、かなり高速力あるし、やっぱりハンマーってね、やってることすごいサイコパスなんですよ。めっちゃ楽しいんで、ぜひ皆さんもね、使ってみていただければなというふうに思ってます。それではまた次の装備紹介動画でね、お会いしましょう。あとさ、どうでもいいんだけどさ、このさ、このロケーションポーズさ、これもなかなかサイコパスだよ。